おめでとうって。僕の誕生日、覚えててくれたんだ。ありがとう。そうだ。今日って暇だったりする？久しぶりにマジカルホイールをレンタルしようと思って。君さえ良ければ、ツーリングとかどうかな。遠出は無理だけど、景色のいい場所に案内するよ。僕の生まれた日、お祝いしてくれるの？嬉しいな。一年に一度の誕生日、今日は思いっきり楽しむぞ。もちろん、君も一緒にね。この服、お気に入りだハンデ。ルークさんからはフラワーアレンジメントをもらったよ。可愛らしい僕をイメージしたんだって。家族みんながお祝い動画を送ってくれたんだ。次に帰るホリデーが待ち遠しくなっちゃった。マジフト部のみんなからのプレゼントは筋トレグッズ。これで僕もムキムキに。慣れたら苦労しないんだけど。今日の主役は僕ってことで、君には何をお願いしようかな。なんてね。びっくりしたかな。フロイドさんにもらった腕時計に合う服を買いに行こうと思ってるんだ。よかったら付き合ってくれる？村にいた頃は集会場で祝ってもらうこともあったよ。豪華な料理に賑やかな音楽、楽しかったなぁ。ついお肉ばっかり食べちゃってお腹いっぱいに。もっといろんな料理を食べようと思ってたのになぁ。レオナさんにマジフトの応援グッズをもらっちゃった。僕の好きなチームのやつを何種類も。タゲ嬉しい。セベク君がくれたマカロン、食べきれないから一緒に食べたんだ。おかげでいつもよりは美味しかったな。ジャケットとワッペンの色に合わせて真っ赤なスニーカーを新調したんだ。なかなか決まってるだろ。顔も髪もクリームまみれになっちゃった。本気で雪合戦した時でもここまでは濡れなかったよ。ああ、楽しかった。君と一緒だからかな。こんな日がずっと続けばいいな。